自分のメソッドっていうのを構築していくときに他の人の影響なしっていうのがありえないんです。ありえないですね。こんにちは、パーソナルトレーナーのビーストモネワです。今回もですね、ベンチプレス世界チャンピオンの鈴木さんにお越しいただいております。はい、鈴木さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。相変わらずちょっとアンドロイド状態、はい、そうですね、ちょっと首の方が、はい、そうなんです。まあ仕方ないですね、トレーニングしてるとどうしても。そうなんです、僕今ビーストさんの向けないですね。そうなんですね。はい、もうレンズだけ見ていただければ大丈夫です。はい、今回は鈴木さんにちょっといろいろご質問したいなと思っていることがありまして、はい、中でも私もこの YouTube チャンネル見ていただいている方でざっくりなんですけども、はい、ベンチプレスが強くなれませんみたいなメッセージよくいただくんですね。うん、もちろんこの鈴木さんとのこの出演いただいている YouTube 動画でもいろいろ解説してますし、はい、私もこうした方がいい、ああした方がいいよっていうことはお伝えはしているんですけども、多分なんかそれ以前の問題のような気もしてるんですよ。まあ、そうですね、こういわゆるこうメソッド系というかこうやり方 How to を学んだところで強くなるかって言ったらならない。ならない。なんでかっていうと、例えば本で読んだ知識とかっていうのを、まあ、インプットしていくと頭良くなったように感じるじゃないですか。じゃあこれで例えばサバイバル術を学んだとしましょう。はい、実際に離島に行ってできるかって言ったらできないですよね。それできないですよね。怖いですよね。はい、そう、それがないよりはいいですよ。うん、知識はあった方が絶対にいいですし、それを集めていって引き出しを増やしていくっていう行為は必ず役に立つんですけど、まあそれだけだと身につかないですよね。なるほど。身につくっていうことはある程度一定の期間をやってあげることだったりとか、自分の中で結果が見えて初めてこう振り返って精査することができるわけです。なるほど。はい、なのでまあ期間的な部分っていうのはもちろんあると思います。うん、はい、これだけの時間をこれだけ費やしてあげるっていうところができていないと強くはなれない。うん、でもう一つ、特にまあ初心者の方ですかね、はい、まあ、強くなれない、僕も強くなりたいですから、うん、はい、まあ、いろいろ考えてやってますけど、まあ、僕がやっていくことと、例えば初心者の方、じゃあこれからベンチプレスを始めてみようかなっていう方が必ずしも同じことをするとは限らないです。一つ一つ課題を見つけてやっていくことっていうのが大事なんですけど、例えばフォームを上手にする、筋肉をしっかりつける、うん、睡眠をしっかりとる、栄養を、考えてやってあげる、まあ、時間をしっかり捻出できるようにするとか、まあ、こういった条件を揃えていくっていうことが大事ですよね。うん、でそこの総合力で決まってくるわけですよ。なるほどなるほど。じゃあどっか一個だけ飛び抜けてても他弱かったら総合力が弱いから全然育たないですよね。はい、でこれはまあ肉体にも同じことが言えて、ものすごい、もうじゃあ世界一強い腹筋を持っているとして、うん、で世界一強い足を持っているとして、で世界一弱い腕だったらベンチ上がったですよ、ね、それはもう上がらない。極端な話まあそういうことですよね。極端な話、まあ、それが今腕っていうざっくりしたところに収めてしまったんですけど、はいはい、例えば前腕だったりとか手のひらだったりとか指とか、まあ、そういった細かい部分、まあ、僕今首痛めてて僕が言えることじゃないですけどあのやっぱり首周りとか土台になってくる部分っていうのがベンチプレスが上がってくるスピードに土台が追いついてきてないと、ある一定のところで止まりますよね。そうですよね。うん、でそこで初めてじゃあ土台っていうのは何かなっていうのを考えていければいいんですけど、うん、知識がその時にないと、例えば How to だったり本を読むことは無駄ではないってそういうことなんですけど、じゃあこの時にこれが必要かな、あれが必要かなという仮説を立てることができる。それができてない、もしくは仮説を立てられないっていう場合には、闇雲に同じことをやっていくんですよ。うん、まあ一生懸命やってますけどね。一生懸命頑張って同じことをやるんです。ただ努力の方向性としては間違ってる方に行ってしまいますよね。そうなんです。あの辛いことをすれば強くなるっていう、まあ、これってある意味精神論だし、僕らの年代は、ね、根性論世代なんで、あのどうやって強くなればいいですかって言ったら、量をやればいいみたいな、それも間違いではないし、必ずこうある一点でこうブレイクスルーできると思うんですけど、あまりにもリスクが高いんですよね。そうですね。怪我をしたりとか、燃え尽きたりとか、結果が出ないから。なんで、まあ、そういった時にちょっと他に目を向けてみてはいかがですかと。なるほど。はい、ベンチプレスが強くならない、じゃあベンチプレスはちょっと置いておいて、他の例えばバーベルローイングとか
そうですね、懸垂をできるようにするとか、スクワットをやってみるとか、まあ、そういったところに目を向けて総合力を高くしていく。鈴木さん本当そうですよね。あの期間決めて、はい、今年はもう三頭筋とか、はい、僧帽筋とかやるって言ってましたもんね。そうです。なので今年は僕、まあ、去年は前腕っていうテーマだったので、まあ、前腕はまあ引き続きやってますけど、はい、腕すごくやってます。はい。なのでその腕をやり込むことによってどういった効果が出てくるかっていうのにかかる期間っていうのはある程度やっぱり必要、うん、それはそうですよ、ね、なってきてしまうので、うん、そうですね。それが僕らの場合、例えばある程度トレーニング歴がある場合はそれはそれはかかるわけですよ、うん、ただ初心者の方とか ね、こうまだ運動にまだ慣れてないですよっていう方はその運動すらが刺激なので、うんうん、すごく体が発達しやすい、刺激を受けやすい状態ですから、いろいろ試してみるといいと思います。あとやっぱりすごく感じるのがですね、ベンチプレスドミナイって言ってる方、これ鈴木さんとね、あのカメラ回ってないところでいろいろ話をしてたんですけど、はい、筋量少ないですよね。あ、そこあの根本的なところですよね。もう、まあ、今自分もいろんなジムに行かせてもらってますし、それこそいわゆるコマーシャルジムっていうエニタイムフィットネスとか、うん、ジョイフィットとか行って、まあ、いろんな方を横目で見ながらトレーニングさせてもらってるんですけど、共通するのは細い。細いですよね。はい、細い人は上がらないです。そしてある程度作れてる人はやっぱり結構強いんですよね。どんな環境でもやっぱりそこに如実に現れてくるところかなと思いますね。いや、私も別に自分自身がものすごい体ができてるなんて全然思ってないんですけども、うん、ただ対一般の方って比べた時にはやっぱり結構差があると思うんですよ、はい、結構な差が結構差があると思うんですよ、はい、でこれも本当はあの先ほどね鈴木さんとお話してたんですけども、まあ、先日出た宮城県のベンチプレス大会で、はい、40キロぐらい伸ばしてる人何人かいたんですよね、うんうん、で共通してるのはやっぱ体重増えてる、一人若い子はもう圧倒的に出会った頃バルクアップ、はい、筋肉がめちゃくちゃ増えてた、ある程度年齢がいってる方は階級そのものが上がってた、はい、っていうのはやっぱり大きな影響ありますよね。そうですね、まあ、鶏が先か卵が先かみたいな話になるんですけど、最初にベンチプレスをした理由って例えば筋肉をつけていきたいとか、うん、あの体をかっこよくしてモテたいとか、はい、まあ、そういったのってすごく純粋なところだと思いますし、まあ、そこを追求していってあげるといいのかな。そこを追求していく過程で、まあ、筋肉を増やすためにはじゃあ睡眠も大事だと、うん、栄養も大事だと、ウェットトレーニングも大事ですというふうに気づきが出てくるはずなんですよ、うん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 、それがベンチプレスっていうもの、まあ、何か一つのものを伸ばそうっていう時って意外と凝り固まった思考になってしまうんですよね、うん、まあ、さっき言ったベンチプレスを強くなるっていうのとモテるってふわっと度が違うじゃないですか。ふわっと度が違いますね。そう、ある意味ふわっとしてた方がいろんなところに目向くんですよね。うん、なんでこう体をじゃあ鍛えていこう、で体を鍛えるって、体を鍛えるってどこっていう、こうふわっとしてるんですよ、うん、なんでそのためにはいろんなことをやっていこうっていうのがもともとあるんですけど、うん、ベンチプレスを強くしたいってなったら、うん、ベンチプレスのことしかやっぱり思い浮かばない、うん、若い方とか初心者の方ってすごくチャンスなので、ベンチプレスを強くするには食らえってことですよね。食らえ、強くなるには食らうしかないです。食らうしかない、はい、なんでやっぱり食事量っていうのは圧倒的に、やっぱり、まあ、僕もまた言いますけど、僕が言えたことじゃないんですけど意外と小食なんですよね。ものすごい小食なんで今日僕あれですよ、カフェでサラダです。カフェでサラダでよくこの体キープできますよ本当に。納豆豆腐サラダ、信じられないですね、はい、私朝からチキン300、餅4つ食べてもちょっと足りないですもんねおちょっとちょっと、はい、今回私の LINE アカウントに登録してくれた皆様へ3つの無料特典を準備しています。ぜひ下の登録ボタンからゲットしてください。まあでもあれですね、まとめるとよく食べて、はい、筋肉つけて、はい、トレーニングしないと、はい、ベンチプレスは伸びないっていうことでよろしいでしょうか。はい、結論、結論だからやっぱ知識とかあることによって現状打破できるっていうことですよね。まあそうですね、こう行き詰まった時にこう自分一人の力だけじゃなくて他の人がどういう考え方でやってっていうのを真似るっていうのはすごい大事だと思います。で結局、まあ、パクるって言ったらこう言葉が悪いですけど、自分のメソッドっていうのを構築していくときに他の人の影響なしっていうのはありえないんです。ありえないですね。直接的ないし間接的のところなんで、うん、まあ、そういったのをこういろいろ
こう要素をくっつけていって自分のオリジナリティにしていくっていうところがあるんですけど、特にフォームができてらっしゃらない方、まだ何をやっていいか分かんない方は丸パクリです。丸パクリ、丸パクリで TTP ってやつですね。はい、そうです、そうです。もう徹底的にパクると、徹底的にパクってください。いわゆる研究っていう感じですよね。うん、まあ、自分の好きな選手でもいいと思いますし、あのいろんな方のベンチプレスを今見やすい時代ですから、その時にいろんな人を見ちゃうともうブレブレになってしまうので、一、うんうん、つのことに集中して隅々まで見てください。例えばざっくりこうベンチプレスの形だけじゃなくて、どういうタイミングで手を握って、うん、頭をどう使ってとか、足をどう使ってとかっていうところをいっぱい見ていくといいです。で、それを一通り見たら自分で再現して、で自分で再現したものを動画で撮って、まあ、一つ参考になるビデオがあるとしたら、それと同じ角度で撮って見比べる。で、見比べた時に例えばで体の厚みが足りない、うん、だったらやっぱりこう筋量を増やしたりとかして体を大きくしなきゃいけないですし、例えばアーチが全然形が違うとかであれば柔軟性をこう高くしていくとか、でバーのコントロールができていないとか、まあ、そういったところがあれば、そのベンチプレスに対する費やす時間っていうのをもう少し作ってあげるとか。でもあれですね、そうすると鈴木さんを徹底的にパクるってなると、この体を再現しなきゃいけないですね。まあそういうことですね。はい、これはパクりづらいですよ。僕はでもね、正直20年やってるんですよ、ベンチプレス、はい、多分才能ないなと思ってます、僕。本当ですか。はい、あの才能ないとは言わないですね。才能あると思うんですけど、トップクラスの才能ではないと自分では思ってますし。なるほど。はい、まあ、そこをカバーするためにはやっぱりある程度の劣等感って持っておかなきゃいけないですよね。そうですよね。自分に足りないものがなんかあるんじゃないかっていうのは常に思ってるので、他の人のことを見てパクるとかそういったのも全然抵抗感なくできます。でもあれですよね、鈴木さんとか、まあ、チャンピオンの人たち多分皆さんそうなんだと思うんですけども、うん、やっぱり誰よりも情熱を持って研究してますよね。研究はめちゃくちゃしてますね。研究してますよね。はい、多分皆さんの持ってる100倍ぐらい練習してるし、すっごい細かいですもんね、本当に。はい、いっぱいいろいろ考えてます。なんでそれを、まあ、僕の場合はこうやって人に伝えていくっていう作業をさせていくことでアウトプットさせてるので、うん、まあ、それをアウトプットすることで逆にまた自分に消化できるっていう、うん、こう自分のやってることを説明していくことができるぐらいやった方がいいです。もうそこまで本当徹底してるってことですね。はい、なんでこれをしてるのっていう時にその Why に対してそれアンサーがないといけないわけですよ、うん、でもその疑問すら浮かばないっていうのはまずいんですけど、まずいですね。はい、それを発見できることっていうのがまず一つ、その Why を発見してそれに対する仮説的な答えを出す。でそれをやっていくとその答えっていうのは合ってるか合ってないか分かるんで、ちょっとなんかあれですね、ベンチプレスを強くしようっていう感じがなくなってきてるかもしれないですけど、やっぱりその作業を繰り返していくっていうのは、まあ、その過程 でその Y が筋量っていうアンサーが出たら筋量増やせばいいし、うん、はい、でみんな分かってるはずなんですよ、筋量足りないんじゃないかなって。あ、分かってそうですよね、分かってますよね、はい、けどやっぱり筋量を増やすのと技術を磨くのってどっちが楽かって、技術磨く方がはるかに楽なんですよ。まあ How to で実際ね、こうやって YouTube で公開したりしてますからね、はい、はるかに楽だし、まあ割と短期間で効果を得やすいので、うん、それに慣れすぎちゃってる部分はあるんじゃないかな。なるほど、はい、確かに。まあ、体作り自体もハウトゥー出してますけど、たくさん食べなくちゃいけないとか、うん、やっぱそのトレーニングボリュームが必要だとか、はい、結構嫌なことが多かったりするかもしれないですね。そうなんですよね。そのきついところっていうのをいかにやれるかっていうところって、まあ、課題でもあるし、うん、そこが差を生み出すところじゃないかなと思ってるんで、やっぱり筋量を増やすっていう長期的なところをしっかりやりつつ、やっぱどちらも大ぞかにしないっていうのは大事だと思います。本当に先ほど言ったベンチプレス3年で40キロ伸ばした若い子なんかは、はい、うん、やっぱりこうやって鈴木さんに動画出ていただいてるじゃないですか、この動画をめちゃくちゃ見てくれてるらしいんですよ。 ありがとうございます。めちゃくちゃ見て、でそれをヒントにしてるっていうのを話してましたし、うんうん、でなんかトレーニングボリュームも鈴木さんを見て、はい、やっぱエブリベンチされるじゃないですか、はい、もう必ずベンチをしない日はないと、うん、もう毎日絶対やってます。素晴らしい。頑張って食べてます。だから今鈴木さんが言ったことを全部ちゃんとやったから、多分40キロ3年で40キロ。はい。やっぱりそれって
3年で40キロって一言で言うと簡単ですけど、3年続けるんですよ。3年僕40になっちゃいますよ、3年だったら。早でもやっぱりそういうことをやって振り返ったら、あ、すごい強くなってたなっていうことなんですよね、うん、そうですね、振り返ったら強くなってたんですよね、はい、短期的な、例えば2ヶ月、3ヶ月ってこれをやっていくと、こう積んで、同じ3年が経った時に、で振り返ってみて強くなったかなって思う時あると思うんですよね。うーん、こうショートタームを積み重ねるというよりもロングタームをしっかり見つつ、その過程で短期、中期的なものをやっていくっていうのが大事だと思うんで、はい、まあ、目先のことにとらわれず筋量を増やしつつ、増やしつつ、はい、でブレイクスルーしていっていただければいいかなと思います。ありがとうございます、はい、もう本当ね、この鈴木さんの言葉に尽きると思うんですけども、もうやっぱりまず食べてしっかりトレーニングして、でしっかりまあ知識をね、こうやって YouTube をうまく使っていただいて、はい、あとは、まあ、先生をたくさん作らない、ね、さっき鈴木さんが言った、ね、うん、あのまあ、一つの例えばこうやって鈴木さんの動画を参考にしていただくのであれば、私はもう最低絶対1年だと思ってですね、どんなに短くても最低1年、うん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 、できるだったら3年だと本当に思ってますので、はい、あの一応ね、そういった指標を作ったらもう研究し尽くしていただければと思います。はい、この鈴木さんのパーソナルトレーニングなんですけれども、インスタグラムからですね、お問い合わせすることができます。なかなかこうやって動画を見ているだけでは伸びないっていう方は、やはり直接教わることによって、あの最大のヒント、そして最大の効果を得ることができますので、そういった方はですね、下の概要欄に URL 貼っておりますので、まずそちらからお問い合わせください。また鈴木さんのジムですね、長野県松本市にあるジムが、ございますので、こちらにお問い合わせも可能です。こちらも下に URL 貼っておりますので、ぜひですね、鈴木さんに教わりたい方、はい、もうこんなチャンスなかなかないので、ぜひね、問い合わせてみてください。お気軽にお願いします。お気軽に大丈夫だそうです、はい、じゃあ鈴木さん、今回もありがとうございました。はい、ありがとうございました。